ドクロ部隊のペナントシニエ衛隊ドクロ部隊は、ナチスドイツの新衛隊の部隊。戦前には強制収容所を監督していた部隊であり、戦時中には第 SS、第 3SS 装甲師団、同点コップの中核となった。部隊のモットーは、寛容は、弱さの印。本校では、戦時中の強制収容所の警備を担当した、新衛隊ドクロ大隊についても触れる。 テオドールアイケ1933年3月22日、当時ミュンヘン警察長官だった、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーは、ミュンヘン郊外のダッハウに、ダッハウ強制収容所を開設させた。1933年6月末に、テオドールアイケ新英隊上級大佐が、ダッハウ強制収容所の所長に就任した。アイケは、 ダッハウ強制収容所の SS 警備部隊を再編、強化し、制服の右襟の襟章に、当店コップを入れさせた。そのためいつしか、SS 警備部隊は、ドクロ部隊と、続称されるようになった。1934年6月30日から7月2日に、かけて行われた長いナイフの夜事件においては、愛家の SS 警備部隊は、 エルンストレーム以下突撃隊幹部の重殺隊に人員を送った。この事件によって突撃隊は力を落とし、突撃隊が管理していた強制収容所も続々と新衛隊の所管に移されていった。1934年7月4日に新衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーはテオドール・アイケすべての強制収容所の監督を行う。 強制収容所監督官に任じている。相手は、ダッハウの SS 警備部隊を、オーバーバイエルン、オストフリースラント、エルベ、ザクセン、ブランデンブルク、ハンザの6小隊に分けて、各強制収容所に派遣し、警備に当たらせた。1935年12月の時点でその、人員数は2500名ほどだった。編成1936年3月29日に、 SS 警備部隊は、正式に、SS ドクロ部隊の名称を与えられた。この時の SS ドクロ部隊の隊員数は3500人、ほどだった。フールスビューテル強制収容所が廃されたため、後代隊編成となった。また、代隊番号を付けられることとなった。それぞれ、第 1SS ドクロ隊、オーバーバイエルン、第 2SS ドクロ隊、オストフリースラント、 第 3SS ドクロ大隊、エルベ、第 4SS ドクロ大隊、ザクセン、第 5SS ドクロ大隊、ブランデンブルクである。さらに強制収容所の統廃合に伴い、1937年7月1日に、ドクロ部隊は再編されて3つの連隊で、編成されるようになった。第 1SS ドクロ連隊、オーバーバイエルン、第 2SS ドクロ連隊、ブランデンブルク、 第 3SS ドクロ連隊、チューリンゲンである。オーストリア併合後の1938年4月に、マウトハウゼン強制収容所に駐屯するべく4番目の連隊、オストマルクが創設された。1937年には、総計1万人の囚人に対して4800人のドクロ部隊員がいた。隊員の大多数は16歳から20歳の若者だった。 新英隊独ロ部隊は新英隊本部に属しており、実質的にはヒムラーの直接指揮下に置かれていた。なお、独ロ部隊は1938年8月17日のアドルフ・ヒトラーの総統命令によって武装編成を許可され、独ロ部隊勤務は兵役総統となった。これにより、独ロ隊員は旧与支給長と軍歴手帳を所持して、 新衛隊特務部隊扱いを受けることとなった。強制収容所、監督1936年、ザクセンハウゼン強制収容所。ブロック指導者たちから各ブロックの点呼の報告を受ける連絡指導者。戦前期のブロック指導者は、独ロ部隊の隊員たちである。各独ロ連隊は、その管轄の強制収容所に監視隊を設置した。 監視隊は収容所の警備のみの担当であり、収容所職員とは区別されていた。ドクロ連隊司令官と強制収容所所長も別人である。収容所所長には、新衛隊ドクロ部隊員からなる監視隊への指揮権はなかった。ただ戦前期には収容所囚人の管理を直接に行う収容所の役職であるブロック指導者と、 作業班指導者に、新衛隊独ロ部隊の隊員を持って、当てることになっていたので、独ロ部隊は、囚人の直接的管理にも当たっていた。非常時、戦時の動員独ロ部隊は、平時は強制収容所の管理に当たるが、内乱や戦争など非常時には、国内秩序維持のために動員されることになっていた。 そしてその場合に空白となる強制収容所での任務は45歳以上の一般親衛隊の予備隊などを持って当てるとされていた。1938年10月のズデーテン併合の際にも第一ドクロ連隊、オーバーバイエルンに属するニコ大隊が新中に参加している。また1939年には、 ダンツヒ自由都市の市議会の要請に応じて、第 4SS ドクロ連隊、オストマルクの第3大隊がダンツヒに配置され、ダンツヒ共同防衛軍を編成した。この大隊は、隊長の名前を取って、ゲーツェ大隊とも呼ばれる。1939年9月1日に、ドイツ軍のポーランド侵攻があり、第二次世界大戦が開戦した。ドクロ部隊もポーランドに派遣され、 治安任務に当たった。第 1SS 独ロ連隊、オーバーバイエルーンと第 3SS 独ロ連隊、チューリンゲンは第10軍の後方、第 2SS 独ロ連隊、ブランデンブルクは第8軍の後方に送られ、反乱分子や知識人、ユダヤ人などを殺戮する任務に当たった。これらの連隊は、ポーランド軍と戦うことはなかったが、ダンツヒにいる独労部隊の、 ゲーツェ大隊は、軍の指揮のもとに戦闘に参加している。独路手段編成のため、ゲーツェ大隊を含めて、独路部隊はドイツに戻された。なお殺戮活動は、アインザッツグルッペンによって続けられた。他の親衛隊の武装組織である、親衛隊特務部隊や、ライプシュタンダルテ・アドルフ・ヒトラーはヒムラーにとって、動かしにくい存在であった。そこでヒムラーは、 自分が動かしやすい親衛隊武装部隊である親衛隊独路部隊に目をつけた。独路部隊は武器や装備など専門的な問題以外は陸軍から一切の干渉を受けなかったのである。ヒムラーは独路部隊の武装をもっと強化して警察部隊としてではなく前線に送る戦闘部隊にすることを決めた。こうして1939年10月31日に 独ロ部隊を中核として、第 3SS 装甲師団が創設された。武装親衛隊として、西方電撃戦や独祖戦に出征した。以降、相家やや独ロ部隊員たちは強制収容所の運営に関与していない。1940年末までには、戦前に、独ロ部隊の隊員だった者全員が、武装親衛隊になっていた。同士団は、 岸鉄十字章受賞者を47名排出する、優先をした。彼らの戦いぶりについては、第 3SS 装甲師団を参照のこと。一方、ドクロ部隊がいなくなった後の強制収容所は、どうなったかといえば、一般市議隊の予備隊、訓練不足の者、突撃隊隊員、国防軍の高齢者、外国人が地協力者などでもって創設された。 新衛隊ドクロ大隊によって警備されることとなった。先の新衛隊ドクロ部隊とは基本的に別物だが、寛容は弱さの印といった冷酷なスローガンだけはしっかり受け継いだ。前述したように戦前は収容所のブロック指導者と作業班指導者はドクロ部隊から当てられていたのだが、戦中にはこれらの役職は収容所職員から出され、ドクロ大隊は、 各収容所に警備を担当する監視隊を出すだけになった。監視塔の上から収容所を監視したり、作業班について行って監視保償をしたりするのが彼らの主な任務だった。1940年には強制収容所総監府とドクロ大隊は揃って水平右向きドクロの襟章を使用することとなった。ドクロ大隊ははじめ一般市に英隊扱いだったが、 1941年4月22日より、強制収容所監督官府と、ドクロ大隊は揃って、武装親衛隊扱いとなり、軍人に支給される、給与支給帳と、軍歴手帳の所持を認められた。対戦中も次々と、機関強制収容所と、その付属収容所が創設され、ドクロ大隊の人員が足りなくなり、外国人な地協力者が、 どんどん動員された。特に、ウクライナ人とクロアチア人が多かった。戦争後期には、監視兵がほとんど外国人になってしまったので、収容所内に存在した人種ヒエラルキーに基づき、監視兵より、ドイツ人主人の方が思いんじられるといった事態さえも、発生していた。なお相手は、ドクロ師団の師団長に就任するとともに、 強制収容所監督官の役職を辞した。その後、強制収容所監督官と、ドクロ大体司令官の職は1939年11月から1940年8月まで、リヒャルト・グリュックス、1940年8月から1942年3月16日に、かけて、アウグスト・ハイスマイヤー、その後再び、リヒャルト・グリュックスが務めた。 新英隊本部から新英隊作戦本部が切り離されると強制収容所監督官府も作戦本部の指揮下に移行した。ついで1942年3月16日以降にはオズバルト・ポールの指揮する新英隊経済管理本部 D 局の参加に入った。リヒャルト・グリュックスはホバの D 局局長という立場へ移行する。以降作戦本部は ドクロ警備大隊の装備や、軍事上の取り締まり、軍事訓練のみを担当した。1944年5月には40歳以上の国防軍予備役軍人1万人が武装 SS に、転属の上、ドクロ大隊に振り分けられている。戦争末期のドクロ大隊の数はおよそ3万人ほどであった。ドクロ部隊は、右襟将がされ神戸なのが特徴だった。 戦前の新鋭隊ドクロ部隊のエリ賞のサレコーベは、垂直左向きのサレコーベであり、エリ賞が左右とも、カシワバアキラになる新鋭隊大祭場の場合は、ドクロの袖賞をカフタイトルの上につけた。収容所所員はドクロに、K がついたエリ賞か、K だけのエリ賞を使用した。ただし、ダッハウ強制収容所でのみ特別なエリ賞が、使われ、エリ賞は D だった。 この K や D のエリシ賞は1934年から1937年まで使用されていた。1939年に新英隊独ロ部隊が師団編成された後は新英隊独ロ大隊が編成されて強制収容所の警備を担当するようになり、1940年にエリシ賞に大きな改変があった。新英隊独ロ大隊と強制収容所。 当幹部所属者は1940年から水平右向きドクロを着用することになった。ただし1942年頃まで依然として垂直左向きドクロの使用も見られる。ダッハウ強制収容所勤務者のみ、ダチャウのカフタイトルを使用したが他の収容所勤務者にはこのようなカフタイトルはない。芝。 P34AB 山下 A 一郎 2010P140 長谷川 P63 高橋 P36ABC 長谷川 P70AB スティン P31 阿部、P278AB 高橋 P38AB 山下 A 一郎 2010P135AB ミラー P292 山下 A 一郎2010 p135 から136、阿部、p317、ハット AB 平 P 4 4、ab、平音、p444。ab、芝、p33、abc、山下、a 一郎20、2010、p136、長谷川、p71、平音、p206、高橋、p40、ab、黄金、p33、山下、a 一郎20、2010、p75、ab、武装 SS 前、ss、前士、愛。 P39 芝、P53 から 54ABCDEF、黄金、P73 高橋、P115 ハット AB 高橋、P113、山下 A 一郎2010。P137AB スティン、P62AB スティン、P64 阿部、P429AB、武装 SS 全士、I、P44 スティン。 P69ABC 山下英一郎 2010P181 武装 SS 前誌 I P172 山下英一郎 2010P183ABCD 山下英一郎 2010P138 武装 SS 前誌 I P111 山下英一郎 2010P139 から140高橋 P77 ハットミラー。P415 ハット AB 公演。P18AB 山下英一郎2010。P139。山下英一郎2010。P137 から138。ラムスデン1997。P174。ラムスデン1997。P176。ありがとうございます。